石川県立農学堂に立つ用曲、柿椿の像。碑文には二代目、佐野吉之助がモデルと記されている。加賀法省とは、石川県の伝統芸能である法省流の農学のこと。金沢市が指定する無形文化財である。江戸時代にこの地を治めていた加賀藩の第五代藩主、前田綱則が法省流の農学を奨励したのが始まりとされる。 加賀藩では、江戸時代を通じて、宝生流の農学を保護した。明治維新により、藩の後ろ盾がなくなったため一時刷れたが、民間の実業家などの努力で再興され、現代までその伝統文化が受け継がれている。加賀藩前田家の居城であった金沢城市戦国時代、農学は、武家の足しなみとして、戦国大名に広く受け入れられた。加賀藩の藩祖。 前田利家も、能楽を好み自らもよく演じた。豊臣秀吉が、コンパル流のコンパル暗唱を取り立てていたことから、利家も、コンパル流に傾倒し、アンテラ氏の子、コンパル自活をひいにしていたとされる。第二代大藩主、前田利長、第三代藩主、前田利司も、コンパル流を受け継ぎ、利司は、 寛永五年に宇治勝の小竹田ゴン衛を召し抱えている。加賀藩が、宝生流を取り入れたのは五代藩主、前田綱則の時代とされる。後期は初め農学をほとんどたしなまなかったが、農学を愛好する江戸幕府五代将軍、徳川綱吉から農を所望されたことを契機に稽古に、励んだ。綱吉が、宝生流を取り立てていたことから、後期は、宝生流を学び、 上京3年4月に、江戸城の将軍御前で、桜川を初めて演じたという。幕府向けの外交政策としての側面は否定できない。ものの、宝章ともはるの芸風に惹かれた後期は、藩内の能楽を宝章流で統一することとし、コンパル流の武田権兵衛以外の役者に、宝章流への改め流を命じ、元禄五年には、 ともはるの次男吉見内ちを江戸で15人ぶちという破格の工具で召し抱えた。また後期は元六元年に金沢城内で美術工芸品の制作や修復を手掛ける御細工所の御用職人に対し本職の他に歌や林を剣芸として貸し縁納のための人材を確保した。加賀藩には専業の農薬者のお手役者のほか、町人が兼業として 能楽をたしなむ長役者がいることが特徴であり、長役者には名字を名乗ることが許され、税が免除されるなどを手厚く保護された。城下町の金沢では、大工、左官、屋根屋の親方まで歌いの心得があり、屋根を吹きながら、歌いを口ずさむため、歌いが天から降ってくると言われたという。また庶民も、 城下で模様される、新次郎や奉納林などを通じて農学に親しんだ。城下町の外交であった、宮古市の大野港神社では、慶長9年から、新次郎が奉納されている。加賀法章という言葉が使用されるのは、江戸時代末期の華英元年江戸で盛大な、肝人郎を興行した、宝章友が金沢に退院してからで、歌い方や、所作の一部に、 加賀独自の特色があるのは、紫雪による、ルフの影響とも考えられている。400年以上の新事能の歴史を持つ王の、港神社、明治維新により、爆藩体制が崩れ、武士階級が衰退したため、石川県の農学は一時廃れたが、佐野吉之助によって再興された。佐野吉之助は、金沢で、履物販売業を営む、実業家であったが、 加賀藩の農薬者について、加賀法省の議芸の継承に努めるとともに、資材を投じて、農商族や農面などを収集し、明治33年に佐野農学堂を建設した。明治34年には、金沢農学会が設立され、毎月定例農が開催されるようになった。佐野吉之助の子である二代目、佐野吉之助も、友の子。 宝章黒落ちへの指導を受け宝章流して方を務めるとともに昭和7年金沢市交差課通に金沢農学堂を建設した金沢は戦時中債化を免れたことから金沢農学会による定例農は一時中断の後昭和20年11月に再開された王の港神社の神事農も昭和22年5月に復活している加賀宝章は 昭和25年に、金沢市の無形文化財に指定された。昭和46年には、金沢農学堂の農部隊が、石川県に寄贈され、これを移築し、翌昭和47年、金沢市跡引きに、石川県立農学文化会館が建設された。金沢市では、昭和24年から、毎年市内の中学生全員が農学を鑑賞する。 中学生農学教室が行われており、2002年からは、市内の小中学生を対象に、加賀法省を学ぶ加賀法省子ども塾が開かれている。平成18年には、金沢農学、同ゆかりの地に、金沢農学美術館が建てられた。金沢農学美術館は、佐野家が収集した、農小族、農面など、加賀法省の貴重な美術品を収集。 展示するとともに、加賀法省子供塾の活動拠点となっている。ABCDE、百万国の芸、伝統芸能能楽マイナス石川新情報書府。例えば、豊臣秀吉は、文禄2年10月に、御用税天皇の御所で3日間にわたって、金利能を催し、徳川家康、前田利家と3人で狂言、耳にを共演している。 石井智子著の脳、狂言の基礎知識 ISBN978 から、4から04から70万3440から、に、加賀法書を遺伝するほど脳が大好き、石川新情報書符 ABCDEF 西村、佐氏、加賀法書の昭和25年2007年金沢、大学学術情報リポジトリハット AB 棚町地、いよいよ、竹本美希夫入口厚し、 前立津奈のりと加賀藩の脳、前立津奈のり所管症マイナス早稲田大学リポジトリ、農学の歴史初大藩主理科の時代は、コンパル流が盛ん、石川新城法書府 ABCD、石川県立農学堂の遠隔、歴史石川県、農学の歴史法書流との出会い、石川新情報書フ AB、農学の歴史藩独自の工夫と加賀法書の発展、石川新情報書フ AB、 金沢市歴史的風痴維持向上計画金沢市。ABC、無形文化財、指定文化財加賀法省金沢市、藤代津子町、農学根尺物語 ISBN4 から480051856、戸井田道造監修、農の辞典、誰もが、ザウに鑑賞のとも ISBN4 から385154740、伝統芸能。 都能学堂石川新情報書府、金沢市歴史的風地維持工場計画金沢市、小野義郎著、長と、都市能の,の物語と近代化、ISBN 978から4から653040477、金沢博物館ニュースバックナンバー第75号、金沢市、登録有形文化財中村神社拝殿、国指定文化財等データベース。ありがとうございます。